闇を滅す。闇を滅するんだ。こんちゃ、今日は、アルカディアスがね、まあ、エンジェルコマンドが強化されたということで、アルカディアスの、まあ、ガチ構築というものを紹介するんやけども、まあ、光文明40枚ということで、まあ、光端デッキということで、まあ、第1弾もね、アルカディアスを主軸とする光端縮デッキというものは流行っていたんやけども、まあ、今期このヘブンズゲートが採用、ね、追加されたことによって、まあ、光短縮デッキがもうネタデッキじゃなくて、もう最強のデッキ。今、環境1位をね、取ってるんよね。で、第1弾で、まあ、使われてきたこのサイフォスとか、まあ、ウルセリオスが入っていると。で、このヘブンズゲートが採用されることによって、すべてのね、噛み合わせが良くなったよね。要は、サイフォス、ウルセリオスは7ターン目、8ターン目にその全部のコストをね、要は7ターン目あたり 7コス払わないといけなかったっていうのが、ヘブンズゲート1枚で、要は6コスでウルセリオスが出せるみたいなもんなよね。だから、これがね、今、まあ、アルカディアスが強化されたゆえんであると。で、新しく追加された、まあ、SR カードの、バルホルスは採用してないと。で、バルホルスは闇文明が混じってるので、まあ、光文明のね、デッキには入ってこないと。で、アルカディアスを4枚採用して、アルカディアスのガチ構築というのがこのデッキなんやけども、まあ結構アルカディアス、まあそのね、パワーが高いっていうのはあるんやけども、まあヘブンズゲートを使いながらこうブロッカーをね、使いながらアルカディアスを出すということで、今までよりもね処理がかなり取れないよね。ただでさえ呪文を使うことができないのに、1万2000のブロッカーとかね、6000のブロッカーとかある中でアルカディアスさえもね取らないといけないということで、まあしかも呪文がホーリースパークぐらいしかないよね。だからこれアルカディアスを取るっていうのがね、もう従来のままの構築では取れないよね。だからこれがこのデッキのミソであると。で、相手が攻撃してきてもヘブンズゲートで発動シールトリガーとかも強いし、で、結構このブロッカーというカードが非常に、まあ全部ブロッカーか。ブロッカーカードがいっぱいあって、で、この預言者ファルシを使うことによって、まあ、ヘブンズゲートを回収できるんよね。だからヘブンズゲートを使った後にファルシを破壊されたまたヘブンズゲート戻して無限にブロッカーを出せるというのがこの構築であると。だからブロッカーとしてね、使いつつ最強の盾、まあ矛であるこのアルカディアスで締めていく。まあ第1弾からやってる方であればアルカディアス4枚とかサイフォスとかウルセリオス全部持ってると思うんで、まあ無課金でもね頑張ればつける構築かなと思うんですけども、まあ正直、まあヘブンズゲートを追加されたということで、もうねエンジェルコマンド今めちゃくちゃ流行ってるということで、まあ、アルカディアスね第1弾で4枚作った人、もしくは2枚3枚作った人っていうのは今結構ぴょんぴょんねしてると思うんですけども、まあ軽くねデッキを紹介していこうか。預言者ファルシが2枚、それからジルワーカが、4枚採用。ジルワーカはね、まあ、ブロッカーとしても強いし相手の攻撃を防ぐという意味でも強い。これアルカディアスのやっぱ防御面でも強いよね。どんだけ強い出てきてもジルワーカーで抑えることができると。パラオーシレスが4枚、このパラオーシレスもねめちゃくちゃ強いよね。要は相手のターン中に火力が上がるということで、まあ、11500ってあのガルザークの、まあ、パワーを、まあ、下回るんやけども、まあ、パラオーシレスがいることによってねガルザークを上回るからガルザークで取れなくなるんよね。12000やからね13500は取れないと。それからピカリエが4枚採用、グローリースノーが1枚でエールフリートが4枚採用、奇跡の閃光により世界を照らさんが4枚、ホーリースパークおばさんが4枚、ヘブンズゲートが、4枚採用、サイフォスが2枚採用、それからウルセリオスが3枚採用、シリウスが4枚と。まあ、個人的にこのシリウスっていうカードはめちゃくちゃ強いかなと思います。まあ、12000のトリプルブレーカーっていうのはやっぱ強いよね。もうこれがもうホーリースパークで出た瞬間もう罪みたいな感じはするよね。もうデーモンハンドとかじゃ追いつかないからね。まあシールドトリガーのヘブンズゲートが一番最強ってことやね。まあ今後多分このヘブンズゲート、まあ多分新環境ね、まあ最初の方はこのヘブンズゲートばっかやと思うんやけど、これを対応するデッキというものがね、まあおそらく出てくると思うんやけど、それをね知ってる方いればね教えてほしいなと思うんやけど、これなかなか対応するの厳しいよな。まあこれヘブンズゲートを対応するにはどんなねデッキを使えばいいのか、それが結構楽しみな面ではあるんやけども、まあこの動画を見てね参考になったなとか面白いなと思った方は、チャンネル登録とね高評価よろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくね。
さあマッチングしました。大勢よろしくお願いします。今日はね、光文明単色デッキ、これ前回私結構苦戦した構築で、まあちょっと気になって作ってみた構築なんやけども、まあ今アルカディアスの構築で、今回この新しく追加されたこのスリーブっていうか、この今プレイマットにあるバルホルスを採用しないと、バルホルスを採用しない理由っていうのは闇文明が必要になるから、まあ採用してないけども、このライトブリンガーのこのファルシっていうカードが呪文をね墓地から回収できると。でこれこれ何が強いかっていうと、自分のヘブンズゲートとかをね回収することがねまあできると、これがね強いと思うよね。いくぞー、まーずは1枚目、そう予言者ファルシー召喚するか。で全部光文明ということで、でアルカディアスとかもね、そのスタッツというかそのパワーをね、このパラオーシレスとかで強化することができると。で今めちゃくちゃねこれが強いよね。でやっぱ光文明単色デッキのね恐ろしさというものね多分感じると思うよね。エールフリートを生贄に捧げて、さあまずはパラオーシレス召喚するか。もうこれで準備が完成みたいな感じだね。もうこれでもうめちゃくちゃ強いと、これ一体いるだけでもう相当マウント取れるからね。そういいね、パラオーシレスいいね。まあパラオーシレスも強いけども、エルフリートのも強いから、ここはピカリエ召喚しようか。希望を貫く、死守する。これね全部エンジェルコマンドというか、エンジェルコマンドが多いっていうのも、そのアルカディアスをね、まあ、召喚することが結構やりやすいっていうのもこの時面白いところで、6000ブロッカーない突破できないからね。さあ見せてくれよ。多分バルム構築なんか、まあ、そこのもうマナー見ただけでね古いよね。古いデッキに負けるわけにはいかないんだよ。来ました、精霊王の中にアルカディアスの中にその最中を見せようとしようじゃないか。まあグローリースノーはじゃあいらない、消えてもらって、エールフリート召喚、このカードはエンジェルコマンドであると。導かれよ、天の裁きの中に私がいる者はヘブンズゲートを手札に加えるぜ。次のターンにブロッカーカードが来ればヘブンズゲート使えばいいし、来なければアルカディアスを展開すると。これね本当にえぐい、特にもう呪文が使えないよね。しかも今回ブロッカーがめっちゃ多いから、アルカディアスをそんな急ぎん着の下手みたいなカードで私に勝てると思ってんのかよ。地獄の最中を見せてあげるよ。じゃあ奇跡の閃光により世界を照らさん、アルカディアスを降臨させるぜ。まあここまで来ればもう、まあ正直エルクセリオスもな微妙な気がする。まあエルフリートじゃあ入れ替えるか。ここはアルカディアスを降臨させてもう殴っていくよ。奇跡の閃光により世界を照らさん、アルカディアス降臨、奇跡の閃光で世界を照らさん。やっぱこの11500のダブルブレーカーはえぐいよね。しかも呪文カードを使えないんで、まあ絶対的にこのアルカディアスというカードをまあ取ることはできないと。もう11500なんで絶対取れないからね、これが強いよね。で私は絶対光文明しか言ってないから、まあ、絶対的に呪文カードを使うことができると。だからもうこれ本当にもう罪やんね、13500取れないからね。しかもガルザークか、あのガルザークでもまあ12000やから突破できないと。まあまずそのガルザークで攻撃するにしても、このブロッカー破壊しないといけないからね。さあボルシャックドラゴンで何ができるっていうんだい。まあ攻撃をやっぱ出てきたか。我が名はガルザーク、無駄なあがきをするのはよしてくれよ。面白いものを見せてあげるぜ、地獄を見せてあげるぜ、2体の最強コマンド召喚。ああおかしい、これなんですよね。しかもこのカードは呪文カードを戻すことができるっても強い。さあアルカディアス行け。奇跡の閃光により世界を照らさん、セーラーコン。呪文カードは墓地にはヘブンズゲートか、まあ、まだ回収する必要性はないから、ここはちょっと様子見るか。このヘブンズゲートを回収できるってのも強いよな。これもう8000ブロッカーとか意味わからんね。しかもこの2500のブロッカーとか破壊すると、まあシールド増えていくっていう、まあ地獄の最中が待ってると。ノーフライフバッサーファイヤーヤーヤー、調子に乗りすぎた。なかなかの才能だな。だがシールドが増えるぜ。
なかなかの才能だな。ガンライフオンラインはね、結構今流行るって言われてるんよね。なかなかやるじゃないか。お、ガルザーク攻撃か。だが1万2000の攻撃は1万2000で代用するぜ。貴様に罪はない。ベーン。だがブロッカーが2枚破壊されたことによって、ウルセリアスの効果によってマナがブロックが増えていくぜ。1万1500はまあどうせ突破できないからね。お、いいね、輪ゴム、いいね、輪ゴム召喚。さらにアルカディアスの攻撃をお前は受けるんだ。さあここでブロックしていく。まあウルセリオスを攻撃するかどうかなんやけども、どうしようかね。まあ殴った方がでもここは強いのかな。ウルセリオスも行こうか。英霊の中に全てはない。しかもジルワーカーがいる限り絶対的に突破。モンスターのび太の腕ナプキン召喚か。ただジルワーカーいる限り絶対アルカディアスは取れないんでね。まあホーリースパークぐらいかな。ホーリースパーク打てば大したもんって感じだけど。我が名はガルザー。なかなかドラゴン構築やのに粘ってくるじゃないか。だがお前はもう負けを認めるしかないんだよ。アルカディアスを突破することができない時点でお前は負けなんだよ。しかもブロッカーを破壊したらまたウルセレスの効果によって、まあまあシールが増えていくと。これはなかなかね、破壊 しづらいよね。これがね今流行っている、まあアルカディアスの構築なんやけども。さあ6000のクリーチャーで殴ってくるも、このカードでブロックすることによって、ペーン、ボルシャックドラゴンと、ガルザークはタップ状態になると。さらにシールドが増えていく。それは通らん。これはひどい。ね、もう取れないからね。もうあとは、な、負けを認めるしかないと。これが今、光短縮デッキが流行ってるんよね。まあ、アルカディアス初期から持ってる人は作りやすい構築かなと思います。